バーベキューを極める検定試験、バーベキュー検定が5日、高浜町で行われました。これもおそらくもうだいぶそのことで、バーベキュー検定は、バーベキューに対する正しい知識や実践で役立つ技術を学んでもらおうと、バーベキュー文化の普及と啓蒙活動を行っている日本バーベキュー協会が独自に認定している資格制度です。この日は3段階ある試験のうち初級インストラクターの検定が行われ、日本バーベキュー協会の下條民夫会長がまずバーベキューの基礎知識やマナーなどについて講義した後、実演指導を行いました。下條会長は焼肉とバーベキューの違いなどを説明しながら、手際よく炭を起こして肉を焼く方法や火加減の調節を上手にする方法など、正しいバーベキューのスタイルについて指導しました。これね、ほら今炎が上がったからね、ここの部分焦げてるでしょ、ほら。わかります、はい、これ炎があったとこだけですよ。だから炎があると邪魔なんです。バーベキューは炎でするんじゃなくて、この炭から出てる目に見えない遠赤外線でやって初めてバーベキューとしての料理として、だから炎が出たらガンガン消してはなかんわけです。このバーベキュー検定は、バーベキューを通じて地域おこしを実践しようと若狭高浜観光協会が企画しました。まずは高浜はですね、今人気のバーベキューが本当に美味しく楽しく美しくできる街にしたいというふうに思っています。まあ、そういう意味では、民宿の事業者さんですとか、浜茶屋さん、それからお客さんも含めてですね、地元全体が、バーベキューがきちっとできるという体制を作らないといけませんので、まずはそのためのですね、知識ですとか技術を身につける第一歩としてこの、検定を企画しました。25分までこの後筆記試験が行われ、参加した人たちはバーベキューの歴史や炭の基礎知識など、この日学習した内容から出題された30問の問題について答えていきました。なお、この日のバーベキュー検定は午前の部と午後の部の2回行われ、町内をはじめ県内外から合わせておよそ50人が参加したということで、合格者には後日認定書と ID カードが発行されることになっています。非常に面白かったバッチリですと言いたいがわからん合格してると思いますよ結果楽しみですけど、いい勉強になったと思います。